辛いラーメンでございます。そんな強くなくて、すごいスパイスのいい香りがする。で、この辛いラーメンですね、辛さ増しができまして、続いて辛さ5倍のものになります。うまそう、うん、いただきます。これすすったらダメなやつだ。うん、うん、全然うまい。お前の方が好きかも。
レッシュ入ります。そしてこれが今日の最後10杯でございます。もうね、なんかねすごいんだ、スープの赤さが全然違う。で最後はね、まあ、一番辛いやつなんでちょっと逃げずにトッピングは油とかもしないでしびれだけにしました。こんな感じ、いいよ、見えるかな、全然違うんだよね。いただきます。あ、ドロドロ感全然違いますね。辛いけどでも、あ、うまいな。あ、うめえ。今回も間違いなくすすれないやつですね。おお、見て全然違う。どうだろう。生卵と生姜、紅生姜もいただきました。半分こっちにね。一発でね、卵が真っ赤になった。やっぱ危ない。じゃあちょっと紅生姜。めっちゃ綺麗。結構ね、まあ辛いスープにも合うし、あの、ね、酸味でねちょっと和らぐから、もし頼んで辛すぎたなって思う人は入れてもいいかもしれない。辛いね。